ザ・プレミアム・モルツ新メッセンジャーの広瀬すずさんです。こんにちは、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、まずは広瀬さん、今日も素敵なお衣装ですね。そうですね、ちょっとこうザ・プレミアム・モルツのメッセンジャーとしてちょっとイメージしながら用意していただきました。早速なんですが、広瀬さんは今回初めてのお酒の CM ということなんですが、はい、ザ・プレミアム・モルツの新メッセンジャーに就任された今のお気持ちをお聞かせください。なんか、まあ、大人になったって実感も感じつつ、私自身もすごいビールが普段から大好きだったので、なんか憧れもありつつ、すごく嬉しく思っております。広瀬さんは普段はビールは飲まれますか？はい、昨日もちゃっかりちゃんとはい、一杯目は必ずビールですね。一杯目は必ずビールね。しかも暑くなってきて余計になんかこう飲みたくなると言いますか、はい、やっぱりなんで一杯目は必ずビールにしているんですか？なんかやっぱりご褒美っていう感覚というか強いので、なんか頑張った後にやっぱ飲むビールが、皆さんもそうだと思いますけど、やっぱ美味しいですよね。いや、そうなんですよね、はい、すごくわかります。こう何かやりきった後に飲むビールってたまらなく美味しいですよね。たまらないです。もうCM に共感しまくりです逆はい、本当にそうですよね。さあ、それではザ・プレミアム・モルツのキャッチコピーは週末のご褒美ということなんですが、ここで広瀬さんの一番のご褒美を教えていただきたいと思います。はい、はい、そうですね、私の週末のご褒美はこちらです。じゃん、カンドラ見ながらビール。なるほど、ね、なんか最近カンドラというものにハマったというか、なんかすごい見る機会がいっぱいあって、見てて、そこでこうおうちダラダラしながら、猫ちゃんも飼ってるので猫ちゃんとビールと、もうソファーからってこうぐったりしながら飲んだりしているのが、なんか私にとってこう最高のご褒美だなと思う瞬間です。素敵な時間ですねこれは。広瀬さんがお忙しい中ですから、週末のご褒美はやっぱり次の日がお仕事がお休みの時ですもんね。そうですね、なんかこう見続けてこうちょっと飲んだりとかすると、思ったより普段は絶対寝ようって思う時間でも、明日休みだしいっかみたいな感じで一気にしてしちゃったりとかして、最近はなんか多いですね、まあいっかみたいな感じで夜更かししていることが、はい、そんな時に大好きなザ・プレミアム・モルツの一杯目で飲んで、その日別になんか大したことしてないんですけどなんかご褒美というより、なんか癒しというか、こう力を抜く瞬間、リセットされる時間として、ちょっとお供にプレモル様を、はい、一緒に、はい、そうなんですね。じゃあ猫ちゃんも一緒にいてという空間で。そうですね、やっぱりいいんですよ本当に、なんかリラックスされるというか、はい、もう今お顔がキラキラとしてお話してくださってますよね本当に広瀬さんにとっての週末のご褒美なんだなっていうことが伝わってきました。週末のご褒美に乾杯一人です